こんにちは、キズナあかりです。こんにちは、鶴巻まきです。あれ、たくみちゃんは？たくみちゃんは VR コントローラが修理に旅立ちましたので、今回は私が担当させていただきます。日本から海外のオンラインカジノに参加することは合法か違法か様々な議論がありますが、現行の賭博罪等の法律はネットカジノが存在しない頃に作られたものなので、グレーな状態です。条件次第では逮捕されたり前科がつくことになりますので、どこかの VTuber のように合法と誤解させるような発言は慎むべきです。どこかの VTuber って？違法行為でないとの主張の一番の根拠は、2017年に略式起訴を拒否して弁護士をつけての正式裁判を望んだ結果、不起訴処分となった件があるからです。その容疑者は無罪となったわけですが、正式裁判で無罪判決が出たわけではないので、法的にはグレーな状態が続いています。時代に合わせて合法なのか違法なのか法律を変えた方がいいと思うのですが、賭博に関しては胴元を取り締まるのが主体のため、参加者側を取り締まる法律は変わっていないのが現状です。私が主張したいのは、リスクを負ってまでネットカジノをしたいのかということです。少なくとも日本ではネットカジノは違法です。今後作られる予定の正式なカジノを除いては、カジノ自体が違法で参加者側も逮捕や犯罪者になるリスクがあります。海外ではネットカジノが認められている国も多く、合法ネットカジノはたくさんあります。それらに日本国内から参加することは日本の法的にはグレーな状態となっています。ただし、その運営に日本国内からも関わっている場合、賭博会長取り罪の違法行為とみなされ、参加者も賭博罪等として取り調べや逮捕の可能性があります。特にインカジと呼ばれる店舗内で海外のネットカジノに参加させる方式は違法であり、運営の取締り時にその場にいたお客も現行犯逮捕される可能性が高いです。またギャンブルの収入も一定額を超えると納税義務が発生し、確定申告が必要になります。ネットカジノについてはグレーでも、脱税に関しては完全に黒となります。逮捕されるとどうなっちゃうの？単純賭博罪として取り調べを受けることになります。実際は胴元を処分する証拠集めのために、参加者側も犯罪として取り調べる面が強いので、不起訴で前科がつかずに済むこともありますが、有名なところでは恵比寿さんが賭け麻雀で略式裁判の罰金刑を受けていますね。略式裁判って何なの？簡単に言うと、罪を認めて正式裁判を受けずに罰金を納付する手続きのことです。人身事故や悪質な交通違反等でも略式裁判になることが多いですが、この罰金刑も前科として扱われます。軽微な交通違反の反則金は前科になりませんが、目安として一発免停の違反は前科になります。反則金で済む違反も納付せずに放置すると、逮捕・裁判の流れから前科となることもあるので注意しましょう。またより悪質な常習賭博については3年以下の懲役刑と定められています。野球賭博で執行猶予付きの懲役刑と罰金刑が課されたような例があります。また胴元側に対してはより罪の重い賭博会長取り罪等が定められています。日本で合法なギャンブルって何になるのかな？まず競馬、競輪、競艇、オートレースの公営競技、そして宝くじとサッカーくじ。今後できる合法カジノを除けば合法ギャンブルはこれだけです。公営ギャンブルは20歳未満は禁止されていますが、宝くじのみは法的に賭博外の扱いで20歳未満でも購入できますが、自主規制で販売されないケースが多いです。なお宝くじとサッカーくじについては非課税と定められています。これらは配当金率が 45% 未満で、最初から税金分が引かれているようなものですが、競馬等は年間で大きな払い戻しを受けると納税義務が発生するので注意しましょう。パチンコはどうなるの？パチンコとパチスロは法的には遊戯で
ギャンブルとしては扱われていません。法的には多少グレーなところもありますが、3点方式の形で景品を別の店で換金する方法で黙認されているのが現状です。景品交換は法を守って許可された店にしか認められていませんし、直接の換金は違法です。いわゆる裏カジノのスロット等は違法で、お客も逮捕されます。ゲームセンターのメダル等の景品交換も違法で、ゲームセンターの景品提供については本当は厳しいルールが定められています。他にも FX や先物取引に仮想通貨のように個人がやればギャンブルと大差ないようなものが日本では法的に認められています。法的にリスクがあるネットカジノ等に手を出す必要性はないというのが私個人の考えです。最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。